セッチリー OSS-38 グローブ拳銃、もしくはセッチリーフィストガンとは、第二次世界大戦中の銃器である。設計は、スタンリー・エム兵と生産は、フィラデルフィアのセッチリー社が担当した。この銃は、アメリカ海兵隊とアメリカ海軍用に製造された。アメリカ海軍による公式な名称は、ハンド・ファイアリング・メカ・マーク2である。 52丁から200丁が製造されたものと信じられている。セッチリー OSS は単発で中折式、格好重心、弾薬に38スペシャル弾を用いる拳銃でアメリカ海軍情報局のためにスタンリー M ヘイトが設計した。これは隠密作戦に用いたり太平洋の戦域で暗殺に使うためのものだった。銃の本体は 牛皮のグローブの背に装着されている。この拳銃は使うまでロングスリーブのコートで隠すこととされた。外観のため普通グローブピストルやグローブ銃のあだ名で呼ばれていた。トリガーは棒状で重心と平行し後端部から伸びていた。装填とコックを済ませた後、この銃を発射するには標的の体に対して使用者が拳を固めてからトリガーを押した。 どのセジリー拳銃にも一つだけグローブが付属しているが、ペアでは作られていない。ありがとうございます。